はい、お名前は岡ゆきるです。渋い、オッケー。ゆきは、出身どこですか？島根です。島根、島根の早い早い。島根のおすすめは？島根のおすすめは、よく島根県は鳥取砂丘があるよねって言われるんですけど、あるじゃん。鳥取っても入っちゃってるね、その鳥取県なんで、よく間違えられるんですけど、です、いや、おすすめは出雲大社。出雲大社なの。東部は。西部で行ったらマニアックな人は結構出雲大社とか世界遺産に登録されてる。ああ、なるほどね。おすすめです。ありますね。わかりました。じゃあ最後に日本文化について教えてください。日本の文化。うん。やっぱ恥じらいの文化。恥じらいの文化。やっぱ恥じらいの文化って素敵だなって最近思って。恥じらいない。恥じらいありますか？そしたら。恥じらいしかないみたいな。恥じらいしかない。どんな時に恥じらいますか？そうそう。だってこれ大切でしょう、だって。やっぱ。うん。アメリカ人なんかちょっと頭おかしい人いっぱいいる。ちょっとやめてこれ。これもなんかちょっと何ですか、俺編集しないからね、言ってまあクレイジーな人が結構、あ、まあ、そうね、いい意味でもね、いい意味でも悪い意味でも、うん、すごいいるんですけど、日本人ってやっぱ周りを気にするみたいな。あ、まあ割となんか、そうですね、それがまた日本のいいところだよ。ああ、わかります。なるほど。人のことをよく考える、周りをよく考えて行動するというか、やっぱりやっぱ価値観すごい変わったなって思いました。アメリカ来てやっぱ価値観変わった。変わりましたか。変わりました。いいです。OK です。ありがとう。Thank you.